皆さんこんにちは。今日は待ちに待ったドッカンフェス10連の方を引いていきたいと思います。1回限りですけども、流石40個で引けますので、今回はね引いていきたいと思います。あとね、新しいキャラクターだけちょっとスカウターの方見てきます。その後すぐねガシャの方を引いていきたいと思います。いや来たよ、とうとうフルパワーのフリーザ来た。体属性の気力プラス2、そしてアタックの方が2500アップ、パッシブスキルの方が必殺技発動時にアタックが 100% アップ、超絶特大ダメージ、もうゴジータと一緒じゃん、超絶特大やば。でこいつがドッカン覚醒するとやばいな、これなんかやばいしか言ってないな、やっぱ強いの来ると。続いてこいつね、怒りの頂点スーパーサイヤ人孫悟空、力属性リーダースキルの方が早技、力属性の、HP とアタック 30% アップ、そしてパッシブスキルが残り HP 30% 以下で KO ダメージを耐え、KO ダメージに耐える、まあ、ワンパンはないってことね、まあ、ワンパンっていうか、まあ、30% 以下だったらドーン終了はないって感じ。なるほど、なんかこんなん見たことあるな、なんだっけ、 KO ダメージに耐えるパズドラだっけ、なんかこんな効果見たことあるの。必殺技の方が超特大、まあ、あとは、出てるキャラクターだね。これはゴジータ出ねえのかな、パーフェクトセルてかジャネンバを出る方ってこと。なんかさ、ジャネンバとゴジータなんか分かれてたんだよね前も。出ないのかな、分かんねえな、見逃してんのかな。いやでもいたらピックアップに乗ってるもんな、さすがにゴジータだったら。それでは早速引いていきたいと思います。お願いします、ドッカンフェス来い。俺個人的には技属性のセル、そしてまあ新しいキャラが欲しいと思ってるんですけど、お願いします、とりあえずお願いします、いきます。こうやってねちゃんとこすっていきますよ、フェスゲン来い、フェスゲン。ここ重要だよ、1個いきます。ここサイヤ人になるのは当たり前だからね。はい、さあどうでしょうか。まず1体目、パンちゃん SR です。はい、パンちゃん R だね。ビーテール、やべえ女子率高えぞ。次4体目、いやこれ持ってないな、このチャオズ初めてかな。ただねチャオズが出た時はね、あのいいやつ引いてない気がするんだけど。やばい、次いきます。あーこのご飯もねすげえ持ってるわ、かぶってる、うわうわ最悪、やべ今んところ地属性の茶髄が全部かぶってる。はいかぶり。はいかぶり、ベジータ GT、 あれ持ってたっけ、いや見たことあるから、もしかしたらサブアカかこっちかどっちかで絶対引いてるはずなんだよ。いやかぶってる、いや終わり、マジかよ。
かぶりかぶりかぶり。チャンスかー。かぶり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 。タクシーということで、こんな結果になっちゃいましたよ。やばい。ドッカーフェスどうしようかな、迷うな。いやー、もしかしたらまた引くかもしんない。わかんないけど。ということで、最後までね、ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録、そして Twitter、そして高評価、道場の高評価、低評価押すと見せかけて高評価お願いいたします。それではまたみんな、次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。では、次回も、ムダ毛乳首動画でお会いしましょう。